ファイルは受け取ったかね。ここにあります。君のターゲットたちがある場所に集結している。アルゼンチンの沿岸に存在する採掘施設だ。情報ではナチスは南アメリカで強大な力を有する秘宝レリックの発掘を急いでいるが、未確認の部分も多い。このレリックについての調査と報告を命ずる。報告の手段は？敵の通信施設を使え。了解しました。ぜひ注意してほしいのはナチスの秘密組織の存在だ。GGG あるいはゲゲンガイストグループと呼ばれている。対化け物部隊？まあそんなところだ。 GGG はヒトラーの野望の実現を目指し実験的に創設された組織で、ジャーゲンウルフという男が指揮している。ウルフと GGG の将校たちは君の暗殺ファイルにリストされているはずだ。リストにある全員を抹殺し、組織が目論む超自然的野望を砕くのだ。ただし敵は高度な戦闘訓練を受けていて非常に危険だ。警戒して任務に当たってくれ。幸運を、ミスレイン。以上だ。山をくり抜いて建てられているわ。なんて大きな建物なの。獲物がいっぱいいそうだけど。急がないの。気楽に行かないと最後まで持たないわよ。もう平気だ。
侵入者はどっかにいるぞ。あの女を逃がすな。 お嬢さん、君には銃弾をプレゼントする。お前ここで何してるんだ。女を始末しろ。貴様何者なんだ。 残りはあと2人。
これって秘密パーティかに坊や、近所迷惑じゃない。もう平気だ。あと一人ね。私だって傷つくことあるのよ。
何もならないわ。静かに坊や、近所迷惑じゃない。遊んで怪我したらどうするの？
落とし物よ。私はカッター情報少将だ。研究所、状況報告を。研究所はまだ安全が確保できません。スコップを何に使うの、フォンブルト。何？おお、これは朝の礼拝に必要なものを探そうかと思ってな。こんなものでも使い道はいろいろあるんだ。確かに、ありふれたスコップも牧師の裏の仕事には欠かせないわ。なんたる無知。私は牧師ではなく大司教だぞ。失礼ついでに、レリックのお話などは聞かせていただけますか？ああ、レリックか。アトランティス。彼の地は我々の想像をはるかに超える力を持った伝説の王国で、我ら誇り高く聖なる人種のふるさとだ。しかしながら、王国は海に沈んだ。都市は崩壊し、人々は死に絶えた。その時、大いなる主ベリアルの不死身の肉体が砕かれ、世界に無惨した。そして、我々はついに大いなる主の頭蓋骨を、この地の底に見出したのだ。おめでたいお頭をお持ちで。
本気でそんな弱いこと？恐れを知らぬ大バカめ、我らが誇り見せてやる。古代妄想って言葉はご存知？最後に口が聞けなくなるのはあなたの方じゃない。お前の脳みそを壁にぶちまけたいのだ。あら、口は達者ね。本当にありがたい説教をなさるのね。きっと地獄が気に入るわよ。フォンブルトはアトランティスかベリアルの資料を持っていたかも。資料があった。結局はあの男も誰かと組む必要があったよね。ダークマに報告しましょう。愛してるって言って。ブリムストーンソサエティに報告した方がいいわ。警報！レインです。ダークマン応答を。レリックの資料を入手しましたが、やはり大きな計画が進行していそうです。よくやった。引き続き暗殺任務とレリックの奪取に専念するんだ。あれを GGG には渡せんぞ。了解。この通信終了後に今使用している通信機を爆破することを忘れないように。コーンを。通信終了。弾薬庫に行けば爆薬があるわね。
爆薬をセット。離れましょう。静かに。近所迷惑じゃ。はい。はい。もう死んだ。腐ったね。だって傷つくことあるのよ。推しの一手じゃダメなんだってば。タフガイ。神様。
コントロールキーがいる。先にキーを見つけなきゃ。コントロールキーがいる。先にキーを見つけなきゃ。静かに行こうよ。近所迷惑だ。お前ここで何をしてるんだ。女を始末しろ。来るな。走っても何もならないわ。へえ、やるんだ。大丈夫か。セリューなんだ。へえ。うわあ。コードゼウス、繰り返す。コードゼウス、研究所で問題が発生。総員作業を中止し、直ちに研究施設に直行せよ。すぐ来てくれ。封鎖をやめるな。ディアマイズが。レリックを発見しても持ち出せない理由があるようだし、地下に潜入して調べる必要がありそうだな。愛してるって言ってよ。このキーで開けられるはず。侵入者だ。シャッターを開けろ。やってるが故障してるぞ。お前何してる。見たまんまよ。リフトを下ろしてる。止めるんだ。ダメだ。リフトを止めてお願いです。まさかそんなことを。もっと安全に心がけるべきだったわね。事故というのはちょっとした心がけで防げるの。状況は非常に悪化しております。お前には何も聞いとらん。黙った。女をやれ。やめろ。
소원이 크르나! 思ってたより楽に来れたわ。 何かおかしいわ。 誰かいる？ ナチの皆さん、 遊ばない？ 絶対噛まないと約束するわ。 言ってるの？ それともただのバカ？ Thank you.
楽しそうじゃない。お前もこうしてやろうか。やれるもんならやってみれば。ここは通り抜けられそう。水浸し、どうしていつもこうなの？銃は使えないわ。言ってるの？それともただのバカ？ゼクシャ！お願いだ！やめてくれ！あの巨乳のメス豚がターゲットなんて、なんだかムカつくわね。これはやばいわ。ここも時間の問題ね。一旦逃げましょう。
この顔は知ってる？やばい方向に向かってるみたい。大きな銃を持った悪人がいる。狭くて長い廊下ってことね。最悪、隅の部分を攻撃できる武器が必要だわ。続けて。